ては何か違う。同じ生き物さ、分かってる。でもね、僕は何かに怯えている。みんなもそうならいいな。がむしゃらに生きて誰か笑う。悲しみ切るには早すぎる。いつも僕は自分に言い聞かせる。明日もあるしね。まあ、ここ以上のクラブはないとは思うので、まあレンタル移籍という形で一回離れますが、ガンバに戻っていきたいという気持ちは強く思ってます。努力も孤独も報われないことがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた日々を人はよく、それがね、奇跡だと。
きた景色がある。僕は僕として今を生きてゆく、とても愛しいことだ。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。